何か話すべきことがあるんじゃない？必要ない。僕が君をここに来させたなら、話すべき言葉はすでに話しているはずだ。そして話すべきでないことも、すべてここに存在している。欲しい答えを見つけられることを祈っている。ケビン、私の知ってるあなたは、多くのことを隠してた。今の私はまだ彼から何も奪えないし、ここに来たのも彼の意志だってことは認めるわ。でも、これはチャンスかもしれない。ケビンが一体どんな人か見極めるための。僕はケビン。旧姓の命を持つ戦士。それ以外、何者でもないんだ。
ごきげんよう、メイさん。答えを求める旅は順調かしら。まあまあ。メイさん、あなたを見るたびに、思わず過去のことを思い出してしまうの。あなたは、若い頃の私とそっくりだわ。目には誇り、自信、それと、すべてを顧みない決意がある。あの頃の私はデビューしたばかりで、次の公演があるかどうかもわからなかったのに。遠い昔の出来事だけどね。あなたの芸能生活はずっと順風満帆だと思ってたわ。そんなことないわ。同業者の競い合い、先輩からのいじめ、マネージャーの裏切り、似たような難題がまだまだあったわ。でも、音楽と歌声は嘘をつかない。観客たちの拍手と歓声も嘘じゃないわ。自身の光を研ぎ澄まし続けたら、きっとそれは、誰も無視できなくなるものになると、私はずっと信じてる。ありがとう。覚えておくわ。そうかしこまらなくていいわ、メイさん。過去のことをあなたに話しただけよ。あなたが耳を傾けてくれるだけで、私は嬉しいわ。あなたのリスナーになれてよかったわ。ありがとう、メイさん。私の力が必要になったらいつでも教えて。あなたの旅が順風満帆であることを願ってるわ。もう歌をやめたって他の人たちから聞いたわ。そう？実は一人でいるとき、たまに歌うのよ。どうして他の人たちの前では歌わないの？その、あなたは観客がいた方が好きなのかと思ってたけど。それは、
みんなに芸術を楽しむ余裕がなくなったと気づいたからかもしれないわ。例えば、静かに音楽を楽しんで、終わった後に拍手しながら歓声を上げるケビンと千号の姿を想像できる？できないわね。でも、他の人たちならできるかもしれない。ええ、そうかもしれないわ。でも、歌うにも気分というものがあるのよ。例えば今日。ええ、今日の気分ならこの曲がいいわ。ミューズの庭、第3部第2幕、水仙の咲く頃。この曲を演奏するとき、オーボエを2人増やす必要があるわ。その分、フルートの音は少し弱くてもいいの。伴奏のバイオリンは、デルバの作の3世紀前の雲杉で作られたものを使うの。あの頃の気候は湿気が高かったから、木材の透音性が良く、音色はシルクのように心地いいわ。ほとんど聞いたことのない名前ね。まあ、あの時代の歴史はとうに消えてしまったから。でもこういう話は好きよ。素敵な時間だって感じられるから。そう言ってくれてありがとう、メイさん。いつかあの時間をあなたの前で奏でる時が来るかもしれないわ。ええ、楽しみにしてるわ。
メイさん、一杯どうかしら。パープルヘレネで作ったものよ。このブドウはムー大陸の特産品だったけど、もう絶滅したわ。これを使って作ったワインは、とにかく味が繊細なの。ありがとう。でも。そう？確かに、どんなにいいお酒でも、人にとっては百害あって一利なしだし。それはいい習慣かもね。でも、人類にはこういうものも必要だわ。体をすり減らすことで、ひとときの魂の満足を手に入れる。お酒はそういうものだから。この黄金でできたグラス、あなたにあげるわ、メイさん。貴重すぎるわ。気にしなくていいわ。人々が私にくれた財産と比べたら、これは微々たるものに過ぎないから。それに、メイさん、機会があったら、これでワインを楽しんでほしいの。一時的とはいえ、悩みを全部忘れて、過去の夢に浸ることができるわ。少なくとも、私にとってはそうよ。Thank you.
遅いぞ、後継者。新世代の中でここに来たのは、何も私が初めてじゃないと思うけど。だが、俺の刻印を継ぐ資格を持つ奴は初めてだ。おかしな話だ。俺の力を受け継ぐ奴が、俺の全てを壊した律者だとは、思ってもみなかったぜ。できれば今の俺の立場なんて忘れて、お前を思い切り殺してやりたいくらいだ。敵を作るためにここに来たわけじゃないわ。それはお前が決めていいことじゃない、律者。でも、今さら敵が増えても気にしないわ。こんにちは。戦後には話しかけない方がいい。そう言われなかったが、律者。そうね、たった今言われたわ。ヒヨウウガの他の人たちもあなたと同じような感じなの。そんなわけないだろ。俺は火の中から出たが、それを再び追おうなんて一度も考えたことがない。火を追うか、その名と俺を一緒にするな。でもあなたはここに存在している。十三英傑の一人として。火を追うかが俺の欲しかったものをくれたからだ。永遠に終わらない戦争をな。
その仮面、外した姿を一度も見たことないわ。外していないことを喜ぶべきだ、律者。次のセリフは、見た奴はみんな死んだ、なのかしら？いや、一人だけ生きてる。たった一人な。誰だか分かった気がするわ。当たり前だ。知らないわけがないだろう。そいつがお前をここによこしたんだ。また律者俺の前に。それを外す気になったかしら、戦後。なぜそんな思い違いをした、律者。今のお前にはまだ俺の仮面を外させる資格はない。
リッツ社、お前が欲する力は見つけたか？私が求めてるのは答えよ。力が唯一の答えだ。ケビンがお前をここに起こしたんだろう。奴は説明しなかったのか？彼が私に何かを説明することは滅多にないわ。あいつは忘れたのか？いや、俺ですら覚えてるんだ。あいつが忘れるはずがない！約束の律者がもたらした悲劇を、あいつが忘れるわけがないだろう！約束の律者？律者、一つ忠告をやろう。力がなければ、お前に進み続ける資格はない。いいや、生きる資格すらないんだ。約束の律者のことは、あまり話したくないみたいね。そうだ、飛天。かつて俺をそう呼んだ人間もいた。だが何か意味があるとは思わない。融合した崩壊獣がその名前ってだけだ。飛天、どんな崩壊獣なの？あなたがその手で殺したのかと思ったわ。だとしたら、そいつは何者も起こらなかっただろうな。そしてあの狂人の手でこの身に突っ込まれることもなかった。狂人？あなたが誰かをそんな風に評価するなんて初めてね。なんだ、俺も狂人だから他人に言う資格がないって。いえ、私から見ればあなたは狂人なんかじゃないわ。ただ、怒りをその身に宿してるだけ。あなたの怒りは果てしない。永遠に消えることがないみたい。そうだ、怒り。すべてを殺し尽くさなければ、この怒りは決して消えない。戦闘の意味はとっくになくなった。怒りさえも消えたら、俺にとってあいつらにとって、それは裏切りと何の違いがあるというんだ。
何時の旅がうまくいったかはわからぬが、少なくとも大事ないようじゃな。ええ、この楽園には見たことのない敵がたくさんいるけど、私にとっては貴重な経験でもあるから。それに、私の考えが正しければ、それらはかつてあなたたちが戦った敵だったのよね。そうでない敵もおる。ここに来たのは何時が初めてではない。ここに来た者たちは皆、そのものだけの印を残すのじゃ。楽園は彼らに影響を与えたが、彼らもまた楽園の環境に影響を与えた。もちろん楽園の中の敵も含まれておる。すまない、わらわはこういった曖昧な答えしか出せぬ。もしスーに出会えれば、もっと的確な答えをくれるはずじゃ。なんとなく分かったかもしれないわ。いいな、何時の楽園に対する理解はまだまだ足りぬ。楽園の中の敵と戦うとき、かつてのわらわたちの恐怖と心の影を目にするかもしれぬ。それは敵自身よりも恐ろしいものじゃ。気をつけた方がよいぞ。どういう意味？メイドの崩壊獣を殺すことと普通の悪党を殺すこと、どちらが難しいと思う？崩壊獣かしら。いいな、悪党の方が難しいのじゃ。どうして？たとえ刹那と等しいほど早くとも、汝は悪党の中の悪意を断ち切れぬ。悪意ほど取り除きがたいものはないのじゃ。
確かに汝は特殊な存在者。人類側にいる律者はそういないからの。それで？いや、用心した方が良いと言いたいだけじゃ。さくら、話したいことがあるならもっとわかりやすく話して。わらわの考えすぎやもしれぬ。わらわが心配してきたことは今まで一度も起きておらぬからの。それでも特殊な来訪者が現れるたびにこうして忠告しておる。続けて。これでしまいじゃ。ここらしいわね。いい、自分で聞くから。特殊な来訪者についてもう少し例を挙げてくれる？全身が機械に変えられ、通常だと精魂の覚醒ができぬものを見たことがある。ある意味では何時よりも特殊やもしれぬが。どうして特殊な人ほど用心しないといけないの？メイ殿は火を追う蛾のことも、それが崩壊に勝つために作った計画のことも詳しく知らぬのじゃな。そうでなければきっと古の楽園の存在意義があまりにも単純だということに気づくはず。あのメイ博士のことじゃ、これが役に立つ計画とは思わんじゃろう。この古の楽園の存在には別の目的があると、あなたはそう考えてるのね。ある意味では火を追う蛾のどの計画も別の目的があるとは言える。その目的が一体何なのか、ほとんどの人が知らぬだけじゃ。だから用心せよと、そう忠告することしかできぬ。何に気をつけた方がいいの？影じゃ。影？そう、影じゃ。火を追う者たちは灯火を追って前に進んでいたが、灯火は彼らの後ろに影を残した。気をつけるのじゃ。火を追う蛾の影に、彼女はここにおる。それにわらわは感じる。彼女がもう汝を狙っておることに。
変わりないか。ええ、また会ったわね、さくら。あなたとはあまり会えてない気がするけど。ああ、他の英傑とは親しい間柄ではないからの。一人で行動することに慣れておる。それに、今のわらわたちにとって交流は何の意味も持たぬ。ここに存在するわらわたちは何時のように何かを変えることはできぬ。もうすべてが決まったことじゃ。そんなに悲観的になる必要はないわ。私にとって楽園の伝承自体一種の変革だと思う。英傑であるあなたたちにとっても、来訪者である私たちにとってもね。それと、少しあなたの戦友を見習うのもいいと思うわ。戦後のことか。ええ、きっと今の彼も楽園の中にいる敵とまだ殺し合ってると思う。ああ、そうじゃな。ありがとう、メイ殿。なんというか、いつも険しい表情をしとる汝が、これほど優しい女子だとは知らなかった。後半の部分だけ受け取っておくわね。すまぬ。ああ、忘れるところじゃった。今日ここに来たのは、何時に贈り物を用意したからじゃ。受け取ってくれ、心優しい女子よ。これは、花？ああ、花の名は忘れな草じゃ。昔任務が終わるたび、本部へ戻る前にこのような花を残すようにしていた。一種の儀式というか、あの頃のわらわは任務が終わった後に何かをせねばならぬという思いに駆られておったのじゃ。まるで弔い、わらわに殺された者たちのための、そしてわらわ自身の弔いじゃ。
委員長。あ、いえ、ごめんなさい、癖で、つい。いえ、あなたの力になれるなら、私を別の人だと思ってもらって構いません。別の人ですか。ふわ、私が何かを教えたとしたら、それはあなたの記憶の一部になりますか。ここにいる他の者は可能かもしれませんが、私にはできません。私は定期的に自分の記憶をある時点まで巻き戻しています。あなたが教えてくれたこともそこまでしか残りません。どうしてそんなことを。それは本物のファーが決めたことです。私が私であるために。長編因子の影響を受け、私の記憶は他の人たちのように薄れたり忘れたりすることはありません。そして私の頭の中で延々と積み上がるのです。それらがどんな影響や変化をもたらすか、私にもうまく説明できません。ですから、決められた使命を果たすためには別の手段を使って忘れるしかないのです。記憶体にとってそれは必要なことですから。もしある日突然あなたのことを忘れてしまったら、すみません。わかりました。あなたにとって確かにそれはいい選択かもしれません。また会いましたね、ふう。ええ、こんにちは。ふう、一つ聞きたいことがあります。私の知ってる限り、融合戦士の寿命は普通の人類よりはるかに長いです。もし選べるとしたら、あなたは新起源の人類が自身を守れるようになるまで、千年でも万年でも見守り続けていくつもりですか。メイさん、私はただの戦士です。その問いに関しては、すみません、想像だけで
その重さを感じることはできません。そうしたいとは思ってますが、残念ながら私にはできません。長い時間の中一人でいるなんてこと、おそらく私たちの中で可能なのはケビンだけでしょう。うん、あなたもできるわ。ちゃんとできてる。ケビンよりもずっと。院長。ふわ、ふわ、すみません、ぼーっとしていました。何か用事でも？写真を見てるんですか？ええ、無意識の習慣ですが、私にとってこれはもう何の記憶も呼び起こしはしません。ごめんなさい。プライベートな質問をするべきではなかったですね。いいえ、別に隠そうとしているわけではありません。この写真、これに関する記憶はもうありませんから。巻き戻しに問題があったのか、それとも最初からその記憶がなかっただけなのか、
今、私と関係がある写真はそれだけです。まだしばらくここにいると思います。何か手がかりを見つけたら教えますね。気持ちはありがたいですが、遠慮します。あなたも私の状況を知ってるはずです。記憶のために記憶を探すだなんてことが、あなたの目的であってはなりません。
くわ。一つ教えてほしいことがあります。何でしょう？融合戦士を作った技術は火種計画の中には含まれていないみたいですが、どうしてですか？わかりません。でもこの技術は受け継ぐべきではないと思います。そういえばまだ他の融合戦士には会っていませんよね。いいことです。なぜならここにいる人たちのことを、英傑の高みを基準に融合戦士の全員を測るべきではありませんから。名前を残せなかった者たちの多くも、数えきれない犠牲の中から選ばれた強者なんです。しかし彼らの作戦能力は、才能に恵まれた人類の兵士が厳しい訓練を受け到達できる域という程度でしかありません。いえ、すみません、そういう人類の兵士はたった一人でした。軽率に結論を出すべきではなかったですね。普通の人間をスーパー兵士にするというだけでかなりの進歩に聞こえますが。それでも人々のヒーローに対する期待には及びません。結果だけ見れば融合戦士は成功とは言えず、崩壊の足並みを少し遅らせたに過ぎません。しかしその代価は多くの人たちの命です。
全文明の約束の律者の話を聞いたことがあるの。詳細は話してくれなかったけど。当時は一体何があったの？惨劇、そして微々たる勝利だ。そういう曖昧な言い方はやめて、ケビン。私が知りたいのはもっと具体的な真実よ。君が探求すべきことは他にあるはずだ。すでに支配の律者にはあったわ。今の世代の律者は変化していて、前の世代よりも強くなってる。私の知ってる情報だけだと、あなたたちが退治した約束の律者はとても勝てるような相手じゃない。この世代の約束の律者が降臨する前にもう少し情報が欲しいの。約束の律者、すまない。あの作戦で得た経験は参考になるようなものではない。あなたの方法は私では無理なの。君ならできるかもしれない。しかし、ああいう状況に必要な決断は今の君が背負えるようなものではない。
これは？天下制裁を初めて鞘から抜いたとき、その残存した炎を凍結させたんだ。自分の力で神の鍵を凍結させたの？それができなければ、天下制裁は神の鍵にはならなかった。そう。なら、それはあなたにとってどういう意味があるの？破壊だ。それを私に？記憶体としての僕は、もうこれに形成される必要はない。形成。あなたも後悔することがあるの？知らなかったわ。天下制裁。それがもたらした結果は僕の本意ではない。しかし僕が言った形成は後悔という意味ではないんだ。君にしかできないことをやり遂げるには、まず君にしか背負えない代償を背負わなければならない。この炎は僕にとってそういう意味さ。あなたが前に言った私には背負えない決断って、この話のことだったの？リツシャ、君は夢をまだ見るか？自分が救えなかった人、自分のせいで死んだ人の夢を。見るわ。だが僕はもう見ない。
ケビン、あなたはあなた自身に会ったことはある？僕がここに戻る必要はない。だとしたら変ね。私の目から見ればあなたと彼は何の違いもない。でもあなたたちには数万年の差がある。時間があなたに何の跡も残さないなんてこと不可能よ。ケビンはそういう人間だ。昔も今も変わらない。リッチ社の君も思いがけないことがない限り普通の人間よりも長生きする。君の見たもの、聞いたもの、それらが君に残した後はどんどん薄くなる。そして死ぬべき時に君の時間はすでにある瞬間で止まっていたと気づくはずだ。あなたはやっぱり彼とは少し違う。今ので気づいたわ。うん。あなたは彼よりずっと多弁ね。私の知ってるケビンはこうして私と話すことなんて滅多にないわ。まるで感情というものが最初から存在しないかのように。いや、それは君がまだ彼のことをよく知らないからだ、ライデン・メイ。僕が言ったように、過去でも今でもケビンは変わらない。
あなたの霊気は本物のあなたよりもずっと強い。もしかして今の彼は何らかの理由で弱ってるの？それとも君は僕を倒す方法を探しているようだ。どうして？誤解よ、ライデン・メイ。自覚がないかもしれないが、君はよく迷いを顔に出す。しかし、さっきの質問の時だけ、君から決意を感じた。そうかもしれない。あなたも自覚がないかもしれないけれど、ケビン。あなたは自分の心に隠された狂気と執念について何も知らないわ。律者が人類のために戦えるなら、人類は人類の手によって滅びることもあり得るって、あなたが教えてくれたんだもの。違う。律者は、人類のために戦うことはない。彼女はそうだったし、君も同じだ。
許可を得て楽園に入ったのじゃろ。ええ、答えを求める資格があるって言われたわ。それ以外は？何も。ケビンは相変わらず何事も直接話さぬのじゃな。彼は汝のことを仲間として見ておるのか？あなたの腰にあるその刀、あなたにとってそれは道具？それとも仲間？あなたの答えがケビンの答えよ。それでよい。少なくとも確認できたぞ。ケビンは嘘をつかぬ。仲間に対しても敵に対してもじゃ。彼がそう言ったなら彼なりの理由があるのじゃろう。ただ十三英傑の刻印の他に何を探すべきなのかはわらわも知らぬが、いにしえの楽園は結局のところ過去の墓でしかないのじゃ。過去の墓。そのために私はここに来たわ。火を追う蛾に関して他に教えられることは？ないの。わらわは十三英傑の中で組織のことを最も知らぬ者やもしれぬ。融合戦士になる前、わらわは毒妖という秘密行動部隊に所属していた。故に他の者とは違って多くのことは知らぬ。毒妖？その名前は初めて聞いたわ。そうか、すでに千号から聞いたと思っていたが。千号、彼もその秘密行動部隊の一員だったの？ああ、それでも共に行動することは滅多になかったがな。どうして？わらわたちの戦い方は他の誰かと共に戦うことに向いておらぬからじゃ。戦後、彼の戦い方を一度でも見ればわかるじゃろ。戦闘に溺れていた彼にとって敵と仲間は大した違いはないのかもしれぬ。だからこそ誰も千号と一緒に行動しようと思わぬのじゃ。想像はできるわ。さくら、あなたはどうなの？わらわは千号とは真逆であった。わらわが誰かと共に行動したくなかったのじゃ。あなたの速度について来られる人があまりいないから。それも一つの原因じゃが、もっと大事なのはわらわが何を殺したのか他の者たちに知られたくなかったからじゃ。よく言うじゃろ、知らない方がいいこともあると。それと同じじゃ。
同じ英傑とはいえ、あなたたちは互いをそんなに信頼し合ってるわけじゃないのがわかるわ。信頼できない戦友がどんな結果をもたらすか、英傑のあなたなら私よりもずっと知ってると思う。メイ殿、何時がどんな世界で暮らし、どんな戦いを経験してきたかわからぬが、信頼というものは、わらわの時代では、刃でしかなかった。それに殺された者は、崩壊に殺された者と比べても少なくはないじゃろう。特にわらわのような者にとって、背中を誰かに預けることなど、あまりにも贅沢なことじゃ。裏切られるのが怖いのね。いいな、裏切りは恐ろしいことではない。あの時代では、むしろよくあることじゃ。しかし、もしわらわが何かに恐れるのであれば、それは多分、恐怖そのものにじゃろう。その意味がよくわからないんだけど。人類は未知に恐怖を感じる。特に自身の常識とかけ離れたものを目の前にしたときにな。あの誰もが戦々恐々とする時代、恐怖が人一人を、多くの人を壊すのはたやすいことじゃった。信頼は常に恐怖に支配される。わらわにとって、それは刃を自分の首に当てることと、何の違いもないのじゃ。何しろ、メビウス博士のような未知に興奮する者は数少ないからの。メビウス博士、彼女とはあまり交流がないと思ってたわ。そうなるはずじゃったが、まさか彼女が自ら毒葉に入るとは、わらわも予想外じゃった。あの頃彼女を説得しに来たスーをよく見かけた。あの頃のわらわは、まだスーのことも、その名前すらも知らなかったが。もちろん、彼はメビウス博士を説得できなかった。彼女は毒葉に残り、特別顧問として指揮を兼任していた。それだけ聞くと、確かに博士に向いてる仕事だと思うわ。いいや、なんというか。学問の点で言えば、メビウス博士は確かに、あの時代でトップクラスの学者じゃ。天才の中の天才と言っても過言ではなかったじゃろう。しかし、式においては、評価が難しいの。それに、自身の研究を中止してまで毒葉に入ったことは、あまりにも妙じゃ。きっと何か別の目的があったと思うが、残念ながら最後まで、わらわはそれを見極めることができなかった。
つ何時に聞いてもいいかわからぬ質問があるのじゃが。聞いてみてくれないとわからないわ。承知した。嫌なら答えなくてもよい。今の時代の人々は律者をどう思っておるのじゃ。一言では言い表せないわね。多くの人々にとって律者は一種の災害。人類にとって最も恐ろしい敵よ。でも必ずしも律者が人類の敵になるかどうか、私はそんなことはないと思ってるわ。ほう。律者になることに関して私には選択する余地がなかった。でもこの力をどう使うかは自分で決められる。何時の他に同じようなことをした人はおるのか。ええ、でも簡単なことじゃないわ。あの医師と対抗するために彼女たちは全力を尽くしたし、大きな代価を支払うこともあった。そうか、それは驚いたの。実を言うと、わらわも律者は人類の敵とは限らぬと思ったことがある。律者に対する考えはあなたたちの間でもだいぶ違うみたいね。ケビンにこの話をしたことがあるけど、彼は。ケビン、わらわが自分の記憶体を残す前に彼はすでに五体の律者の殲滅に参加した。なるほど。道理で彼はああなのね。たとえ彼でも生半可な決心ではそんなことはできなかったでしょうね。崩壊に勝つため律者は消滅すべきと、ここにいる人たちの多くはそういう信念を持ってここまでやってきた。じゃあ彼らはどうして律者である私に手を貸すことにしたのかしら。
火を追う蛾の中で秘密行動部隊はいつも何を担当していたの？さくらに聞け。それか忘れろ。影に足を踏み入れても今のお前にとって何の役にも立ちはしない。すでに足を踏み入れていると言ったら？だったらさっさと出るんだ。でも私の探してる答えがそこにある可能性があるわ。火を追う蛾をもっと知りたい。その光も闇も。闇？リツシャ、火を追う蛾の中でお前が見た暗部はまだ光の当たる場所にあるんだ。火を追う蛾の本当の暗部はここに存在する。ここのどこかにあるんだ。だがそれを探そうとしない方がいい、リツシャ。これはお前への忠告だ。ありがとう。覚えておくわ。だがうっかり足を踏み入れたら、その時は生きて戻ってきて、お前が残した未完の道を再び歩むことを祈ってる。ケビン、記憶体としてのあなたたちが作られた時に所有する記憶は完全なものなの？
そうでもない。戦後が火を追う蛾の暗部について話してたんだけど、それについて何か覚えは？それを探ろうとするな、ライデン・メイ。これは僕から君への忠告だ。そこに一体何があるの？僕も一回しか行ったことがないから、詳しくは知らない。僕が去った後は、存在すらなくなった。けど、戦後はここにあるって言ってたわ。君も知っているように、古の楽園は記憶によって構成された空間だ。記憶というものは、主観的なものでしかない。ここに残らないはずのもの、その断面は多く、つなぎ合わすときに矛盾が生じることもある。戦後が言った暗部、それはその一つだよ。なぜメビウスがそれをわざと残したか、僕にもわからない。だが、かつての姿と比べて、今のそれはすでに原型がわからないほど歪んでいる。誰にとっても、それはいいことだ。メビウス、その名前は何度も聞いたけど、本人とは一度も会ったことないわ。それとも、あなたたちの言ってるメイ博士は、メビウスの愛称だったりするの？彼女とメビウスは別人だ。すでに彼女と会っていると思っていた。今まで、ここに来た律者はたった一人だ。彼女が興味を持たないはずがない。古の楽園の今の所有者である彼女が、君の存在を知らないわけないんだが。所有者？ここはヨルムンガンドのものじゃないの？この二者は矛盾していない。そう言われると、誰かが隠れた様子を伺ってるような気がするわ。それに、他の人たちからも話を聞いてる。彼女は警戒すべき人物と。様子を伺う。それだけならいいんだが。